皆さんのはバルサの左サイドバック誰にしますかえ、ケガしてるようないのはバルでですね。クバルシュパリ相手に通用すると思いますよ。ただ、まあ、ディフェンスってね、一人が良くても残り3人悪かったらどうしようもできないからね。その日の調子によりますよね。ただ、クバルシュはもう2年後とかにはもう世界一になってるかもしれないですね。パリのウィングとバルサのバックの対決楽しみです。だから、カンセロ対デンベイとか、エンバペ対クンデとか何度か。そう。クバルシュはいいんだって。ずっと。もうクバルシュいいっていうのはもうね、 もう、何もう夏の海最高みたいな感じと一緒だからもう。いいよ、そりゃ。うん。ほとんどの人にとっていい、それは。め <laughs>、ね、否定してるわけじゃない,いんだけどあ、誰だねあの、怪我してるガビのことをね、持ち上げてあげるフェルミン・ロペスみたいな。フェルミン絶対いいやつだもんな、プレイ見てるとな。プレイでほとんど性格わかるからな。プレイだと誤魔化せないからね、性格を。 ああ、こいつ、人見下すタイプだな、とかさ。なんか、性格がふと見える瞬間、友達の性格見えちゃって嫌な時と自分の性格見えて、うわ、今のミスの仕方俺だわ、みたいな時いない。自分が出たな、今のミスの仕方、みたいな。夜は、ネクストバランになれる選手だと思いますね。全体的なスペックすごい高くて、あとは周り動かすとかそういうのを覚えられるか。なんかこう100、100%フルで、能力使い切ってないみたいな凄さがありますよね。その先のね、情報処理能力みたいな。 情報処理能力が配るしめっちゃ速いじゃないですか。あれが結構鍛えにくいんだよね。頭の回転が速くないと、周り見たところで何が起きてるか分かんなかったり、最適行動分かんなかったりするからね。配るしは怪我しなかったらいけません、ね。ただ若いうちからね、使ってるとそういうところでね、体できてないうちからそうなっちゃうみたいありますからね。そうだ、もう情報処理能力のディフェンスラインの中で2レベルぐらい高いですよ。 あとはね、相手がもういろんなところから攻撃できます、質も高いですみたいな、してみたいなチームに当たったときに、どうなるかだね、チームでなんとかできたりとか、くまらし調子いいから OK みたいな、そういう風にならないチームとね、当たったときですよね。フェルミンは、どうなんだろうな、フェルミンも器用じゃないんですけど、ただ、エンドを当たるパターンになれる選手だと思いますけどね、普段からの努力とかで。 努力を積み重ねられる選手だから不器用だけど気づいたら欠かせない選手になってるパターンかなと思ってますけどねフェルミンにもうちょっと器用さついたのがガビっていう感じしますねフェルミンの方がもうちょっとなんていうのかなこのフェラントーレスが性格良くなったのフェルミンの感じしますねアンカークリステンセンはあれですよもうロメウよりもアンカークリステンセンの方がいいって前から言ってましたけどねただやらせる時期がめっちゃ難しい時期にやらせたなっていうキャンプとかから徐々にやらしてとかやっていけばよかったのにだからもう パス受けたくなくて隠れてる時は気になりますけどね、もうしょうがないの、これもう、この状況だからね、ディフェンスラインだと、デュエルのところ危ないというか、なんかこう、心もとないみたいな瞬間あるからね、でクバルシー、ディフェンスラインからいなくならせるのは、クバルシーが一番ディフェンスラインの上げ下げとか、周りへのスライドの遅れの指摘とかしっかりやるから、でも,も本当に生っ粋のリーダーですね、リーダーっていう能力を持って生まれてきてる選手だと。そうで、これをね、レバンツキーは本当に言ってたとしたら、まあそれって、クバルシー使ったことだよねってなるんだけど。 配るし、むちゃくちゃいい選手だね。<laughs> めちゃくちゃいい選手だったな。ロックできるし、首振れるし、ボール運ぶのスピード上げすぎなくてうまいし、パスの付けどころいいから、ネクストピケになれる選手ですね。16だっけ配るし、むちゃくちゃいいよ。多分、1年やったら、アラウホのことめっちゃ指図し,してる感じになる選手。 いや本当にいい選手で、で裏ケアだけちょっと遅れる時なんだけど、16であの身体能力あったら、多分同カテゴリーでは、あのぐらいの、だ相手が裏に抜けようとしてくる、そこにパスが出るから、その抜けようとする相手のフォワードとかウイングに負けないように早めに動いて、準備する距離を取るのが裏ケアって言うんですけど、その裏ケアを距離あんま取んなくてもいけるんですよ、足速いと。相手とのね、スピード差があったりとか、相手の方が速くなければ。でも 当然上のカテゴリーになったら相手のフォワード早くなったり強くなったりするからあそこちゃんと距離取って事前対応しないとやばくなるんですよでその事前対応がちょっと遅いみたいな裏際のシーンあるんだけど俺あれは結構ね配るし治ると思っててで何よりやっぱりねコミュニケーション力が高いあの試合の中で首振り多くてライン上げろっていうそのいつも言うけどディフェンスラインって常に上げてるのがいいんじゃないですよ裏にボール出るときは下げる裏にボール出てこないときは上げてラインをこの バルサ青だとしして相手のフォワードがこれ出すでしょクリアしました、この選手が後ろ向いてます、裏にボール出てこないタイミングで上げると、この選手をゲームから消せるみたいな、これがラインの上げ下げの話なんだけど、このライン上げろの掛け声というか、身振り手振り、一番やってんのを配るし、組んで洗う方バルで配るしの中で、一番配るしがやってんのよ、この時点でもうすごくないみんな20代以上の選手たちの中で、あバルでって20超えてるっけそう、これできないんだよ、本当に。 これが、あのー、バルサのロッカールームかなんかでもう配る氏はすでにコミュニケーションできてるみたいな動画出ててそれでもうみんなにもうこうドこうドこしなきゃみたいに言ってるのそうだからすげえの出てきたなと思ってバルでちょうど20かそうだからねもう多分まあけとかそのね若者の、まあ、若者っていうか若い選手で筋肉的負荷とかいろいろあるから出場時間は調整しなきゃいけないんだろうけど 出れるときに、こう試合出場この日出して OK って時は、クバるしとヤマルは常に使った方がいいですね。ヤマルとクバるしは、もう本当にできるだけ出番を与えた方がいい二人っすね。クバるしネクストピケになってくれるからです。なんなら、ピケより有望っすよ。ピケってルイス・エンリケの初めの頃とかさ、ベンチで携帯いじってて出禁になったじゃん、一時期。 そうだから、ピケって後付けコマンダーなんですよ。センスのあるリーダーシップある人で、チームコミットメントが高い人ではないんですよ、ピケって。それは、プジョルなのよ。クバルシは、今の選手で言うと、ルベンディアスとかに近いタイプだと思いますね。だから、フォーバックどうするっていうので、センターバックずっと任せんの怖いけど、俺、やっぱり、その後、デヨングがセンターバックになったんですよ。デヨングは、首触れるし、裏ケアできんの。で、ボール運べるじゃん。プレスはまんない。だから、デヨングセンターバックめちゃくちゃいいのよ。 僕は、右サイドバック配るしの、えー、右センターバック、洗う方、左センターバックデヨング、左サイドバックバルデが一番強いと思います。じゃあ、組んでと洗う方で、え、組んで下げんだみたいな。組んでお金かかってるのは、洗う方不器用じゃんってことじゃん。洗う方はいいやつ。<laughs> 洗う方ってむちゃくちゃいいやつ。可愛いい。洗う方ね、嫌いなバルサーサポはいないと思うんだよな。だってなんか、用具係の人転んだ時、一番最初に心配しに行ったのは洗う方だし。 洗う方だけなんかね、すげえ異常に怒られたすんだ、ね、よ、チャビに。でも、使うじゃん、チャビって。洗う方、マジでいいやつなんだよね。だから、組んでの方が若干器用だし、組んでの方が足元うまいかもしれないけど、あの、使い続けて伸びるタイプは洗、洗う方なのよ。ってなるとさ、やっぱり、洗う方のパワーとスピードはすごいじゃん。だから、洗う方以外をコマンダーにしたい。うん。洗う方以外コマンダーで、洗う方を支えてあげたいから、 うん、だからバルでは伸びそうだからバルでであの器用すぎてできるフィジカルも強いデヨングでセンターバックに置くのはまだフィジカル的に怖いけどサイドバックだったらもう絶対いいっていう配るしであとはもう可愛さで洗う方うん これだねでこれで組んでがベンチで暴れるから <laughs> だからチャビみたいにそういう変な選手というか組んでた洗うほでダブルビーストだ足速いぞあれラインガタガタでクロス対応できないこれ2人ともセンターバックには使えないなってずらしちゃうような監督はやっぱ続けてると厳しくなるんですよ、うん、だから今チャビこっから、えー、山るいい配るしいいロケがやっぱりちょっと環境面で厳しいみたいなんだけどやっぱロケがなじんでくるじゃん。 ってなってくると、で、フェラントーレスが良くなってるでしょ。で、手足提言戻ってくるから、こっからまたバルサ強くなるのよ、多分ってなると、やっぱチャビ名称、あの時我慢してよかったってなるから。でも、チャビがいる限り、ジョアン・フェリックスとカンセ成を延長しちゃうかもしれないし、今後も、何それって選手取ってくんのよ。その同じ金使うんなら、もっといいの取れたよね、みたいな。 だから僕はチャビで成績戻る前の解任がいいと思うし性質的良くなったとしてもバルベルで連れてくるのが一番いいと思いますね。これが僕の見立てですね。はい、あよかった。<laughs> あとね、なんか昨日浅野さんが教えてくれたんだけどあなんかね、ビーム出るらしいんだよ。そうそうそう。そんなね、ビーム出るわけないよね。だからね、みんなに。 こういういうにコ、ね、クバルシみたいな天才とかバルデみたいなとかねこのヤマルみたいな天才出てくると一番の天才はやっぱりね武藤刑事ですからね <laughs>、はい。これの正しい使い方教えてみんな。<laughs> ビームも出せますって言ってさ。 昨日配信終わった後にさ俺自分一人で試してたんだこれこれ無統計示のモノマネの時しか使わないんだよねこれねてか俺生配信やってるけどさ他の人生配信やってないじゃんマック持ってる人どこで使ってんのこれこれの使い方教えて私レオ・ザ・フットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております 場所は都内近郊、シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから JD が排出を目指す僕らとしてはステップアップも大関係です。概要欄の URL からのご応募お待ちしております。